こんにちは、劇団スカッシュです。こんにちは。今日はですね、あ、おかえりなさい。こんにちは、劇団スカッシュです。ちょっと撮影のためにですね、事務所をいろいろ改造してまして、ちょっと中の方はちょっと見せられないんですけども、今事務所を改造した結果どうなってるかというと、ですね、ここがお風呂場なんです。ここがお風呂場なんですけども、こういう感じになってます。お風呂入りたい人、どうぞ。性格直してください。劇団スカッシュっていうのはですね、ホワイトボードを買ったんです。ホワイトボードを買ったんですけども、結局そう、買わないと予定を立てられないということを言ってたんですけど、見てください。今はですね、風呂場の蓋にもなってないですね。結局あれからホワイトボードに何も書いてないんです。俺結構書いてる。絵でしょ。絵描いてる。どうでしょう。で、今トイレにですね、その、今トイレに入ろうとしたら、今トイレはこういう感じになってます。トイレに、トイレに姿見があるってさ、もう嫌だ。横向いたらさ、用を足してる時の顔が見えるわけですよ。嫌ですよね。はい、じゃあ、また速報です。